ナンバーアンダーバーアイの平野翔27が16日放送の東京 FM「賃貸プレゼンツキャリーパミュパミュチャプターシャープゼロ」「タッチ・ユア・ハート・日曜午ゼロ」3 2ゲスト出演休日の過ごし方について明かす場面があったパーソナリティのキャリーパミュパミュから一日まるまる休みがあったらどういうスケジュールで過ごすと聞かれた平野はええー、と悩みつつそれこそ 趣味が多くて、釣りも好きですし、バイクも車も好きですし、時間を取る趣味が多いんですよ。サバゲーだったり、最近はバイクに乗ることが多いですね。季節的にもちょうどいい時期になってきたのでと明かした。朝大体いい9時ぐらいにおじさん仲間たちと集合して、お昼ご飯を食べに行きと平野一番年長のおじさんがいるんですけど、その方がルートとご飯屋さんを調べてくれて。みんなで行って、 ワイワイご飯食べて、ちょっとバイクに乗って移動して、スイーツ食べに行って。誰が買うかっていうのは男気じゃんけんで決めるんですけど。それから、バイクでちょっと移動して景色いいところで休んだりして、そこから解散して。結構早めで、解散は遅くても4時から5時。そこから都内の自分の家に帰ってきて、とした。1日バイクに乗ってると結構体力使うので。 おじさんたちと行くときは多い日は300から400キロ走る。1日でそのぐらい往復で使うので、丸1日中バイクに乗って、と続けた。当然のことながら、日焼けも、します。今も結構、1回の乗っただけで焼けてたりと平野プロとして失格なんじゃないかってぐらいちゃんと日焼けしますねと笑いつつ、おじさんたちが予定あっても一人でバイク乗りに行ったりとか。 結構男臭い、趣味は男っぽいものが多いですねと話した。